師のために混ぜましょう。香りの良いところね、七味七色、各種各種の名産物です。まずは四国は讃岐の名産物から八つ下の木一本、これ一つの実から不思議に向かうと八つの房が出るという鷹の爪の純物、辛口のナンバーワン。カプサイシンが豊富で脂肪燃焼し代謝を上げるという非常に殺菌力の強いところです。続きまして紀州有田柄は新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、先祖代々漢方として使われました。また今現代においてはクミチン菌、アスピリンと並び尊い薬剤の原料から、東京は芝慈恵会医大病院に詳しい学名は陳皮、こちらおみかんの皮を粉末にしたものです。また磯の風味を味わいましょう。江戸は東京大森からです。松葉園から松葉のり、これ細かくちぎり散らしたところが松葉のように見えることから松葉のりと名付けられました。ミネラルたっぷり、老化防止、非常に風味の良いあのりです。また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの種類、こちら動脈硬化は血液循環、身には一定の消化を助けるという埼玉県は武州川越の名産物、白ごまのすりごまが入ります。また味といえば香り、香りといえば風味、やはり七味に欠かせないのはこちら山椒の味と香り。色が黒いが味見は山椒、誰が植えたか岩山椒、山椒三年目の薬と歌にも歌われましたものからは東海道朝倉山の本山椒の粉山椒があります。また見た目は硬そうでありますが噛んで香ばしいのは日光の目覚めた朝飲みです。こちら動機息切れ、心臓の薬、人間の嫌な口臭や体液を消し止めるという野種、土地に系は日光の目覚めた朝飲みがあります。最後こちら生の唐辛子をごまの油で焼いたもの、ごまの油で焼くことにより味香り、また辛さにまろやかさが出ます。信州は長野県善光寺門前八幡屋さんで有名な焼き唐辛子から7種類お目通りし7色となっております、ね。さあこれも各地の名産物から名産品十二分に混ぜて出来上がったお品物、こちら一般ご家庭大衆向けよう、まずは辛さのベース中辛になります。さあ江戸時代は徳川三代将軍江戸家光公のご時世に誕生し、明治大正昭和平成、そして時代は下り現代令和に至るまで、風味一番、香り一番、塩薬用となっております。作りを説明しては一切ございません。お客様の目の前で完全調合いたします。自家製造直売、秘伝の香り、七味七色でございます。さあこれはね、今まとめましたところが一般ご家庭の大衆向けの辛さが中辛、江戸の風味から江戸の香り、これが中辛。さあこれね、海苔の風味からこれにごまの香り、で山椒、よいしょ、六甲椒と山椒多めね。さあじゃあね、中辛にはまずシングル一杯の負け辛、ごひいきご愛嬌でダブルのサービス、ダブルダブルサービスのもう一杯おまけで、じゃあ私の気持ちも一杯入れときます。じゃあおまけもう一杯ね。さあ朝晩のお味噌汁から鍋物煮物、煮魚、焼き魚、おうどん、おそば、何にかけても美味しく召し上がっていただけます。七味唐辛子は香りから風味、風味から香りで味わってください。自家製造直売、秘伝の香り、七味七色、徳川三百という年の伝統、七味七色でございます。はい、ありがとうございます。さあ、塩焼くと相当ありました七味七色、各社長の皆さんも東京所でお客様の目の前で完全調合いたします。はい、お待たせしました。どうぞ。